こんにちは、ピアノの福島たけしです。今日はアルバート・アイラーというね、あの人のゴーストという曲を、弾いてみました。いわゆるフリージャズです。アルバート・アイラー、それからオーネット・コールマンとかね、ドン・チェリーとかいろいろいますけど、あったんですよ、それフリージャズっていうムーブメントが。で、なんかね、難しく捉えてる方も多いと思うんですけど、特にね、まあ、このアルバート・アイラーもそうですし、オーネット・コールマンなんかも、なんかね、非常に原始的だなとこう思う時なんかが多いです。原始的っていうのは、その、難しい概念的ななんかこう即興演奏してるというよりも、もっとこうプリミティブな、そうですね、心の中からこう出てくる歌をそのままやってるみたいなね、なんかこうそういうところを感じる時は多いんですけれどもね、今日はそれをちょっと弾いてみました。で、昨日じゃない、何日か前に上げた YouTube でも、あのアフロブルーっていうね、あのやつやってて、即興部分が結構ちょっとフリーっぽくなってるので、なんかね、フリーばっかりやってるとね、こいつデタラメばっかりやってちゃんと弾けねえんじゃねえかとか、まあ、そうなんですよ、あの実際。フリージャズの即興部分ってどうやってるかというと、まあデタラメをやってるんですね。あの指から出任せを弾いてるんですけれども、ちょっと考えてるところもあるかな、ないかな、うん、考えちゃダメだね、あれのね。で、まあ、ゴーストというタイトルがついてて、テーマ自体はすごいなんかシンプルなんですよね。こう、何でしたっけって。こんなね、メロディーですから、シンプルなんですよね。で、なんか校歌みたいとか思いました。どっかのね、学校の校歌みたいとか思いましたけど、それをモチーフにずっと、展開されていく曲なんですけれども。で、なんで、じゃあ、ゴースト、幽霊なんだろうなとかね。謎ですね。謎です。わかんないです。なんでなのか。まあ、本人には何かしらの意図があったのかもしれないですけれども。でね、ちょっと今日はその、まあ、謎ということなんですけど、謎なものが昔から結構好きなんですよ。なんかね、わかりやすく、はい、正解はこれですとかね、これはこういうことですとかってなっちゃうと、なんか結構ね、一気に興ざめするというかね、なんか謎なものが昔から結構ずっと好きなんですけれども、今日それの謎なものに惹かれるシリーズ化するか分かりませんけれども、で、本を紹介したいと思います。これです。一緒、同じ本なんですけど、これです。ナインストーリーズという、サリンジャーというアメリカの作家の本です。こっちはなんかこういうの英語のなんかこういうペーパーバッグつうんですけどやつです。アメリカのね、作家なんで、これ英語の本で、で、こっちはね、日本語で書いてある本です。で、まあ、ナインストーリーズ、というこの物語、9つの短編集なんですけれども、まあ、サリンジャーという小説家の人が書いた本です。で、サリンジャーって言って、まあ、もちろんパッとキャッチャーインザライという小説を頭に思い描く方も多いんじゃないかなと思います。もちろん僕もあれです。一番最初にサリンジャーの小説を読んだのは、そのキャッチャーインザライ、ライ麦畑で捕まえてってやつですね。これ一番最初に読みました。で、それからまあちょっと、あ、この人面白いなと思ってね、いろいろこの人の作品を読んだりしたんですけれども、今日はそのうちの一つ、ナインストーリーズについてちょっと喋ってみたいと思います。なので9つなんですけれども、バナナフィッシュに最良の日、コネチカットのウィグリジーさん、エスキモーと戦う前に笑っている男、小舟にて、エズメのために、美しき口元、瞳は緑、ドドミエスミスの青の時代、
で、それから最後がテリーというね、9つの物語短編集なんですけれども、この一番最初に入ってますこのバナナフィッシュに最良の日、バナナフィッシュにうってつけの日っていうふうな言われ方をする時もあります。英語のタイトルだと A Perfect Day for Banana Fish というタイトルになってるんですけれども、これがね非常に謎めいた物語で、まあ、ちょっとこう喋ろうかなと思うにあたって読み返してみたんですけれども、うん、相変わらず謎でねすごくね。であとね、そう、僕学生の時ね、まあ、いわゆる英文化というところに行ってたので読んでたんですよ、英語でねこういうのね読んでて、もう全然そういうことやってないから読めるかなと思って英語でちょっと読んでみたら意外とねこれ読めるんです。でね、これなんでかっていうと英語忘れてないわけじゃない の英語はもうバンバン忘れてるんですけれども、多分ね性格が雑になっていってるからね読めるんですよ。要するに知らない単語がこう出てきたりとかした時になんだこれはって止まっちゃうんじゃなくてね、割とねこう、まあ、これなんか、飛ばして読もうとか、あるいはなんかこっちの日本語訳のね方を見ながら、あ、こういう意味か、じゃあまあまあいいや、じゃあその後進もうみたいな感じで雑に読んでいけるので意外と英語でも読めるなとか思ってね。そうだからひょっとしたら一つのコツかもしれないですね、この英語の長文読む時の一つのコツで、一個の単語になんかこう振り回されすぎないようにするっていうかね、それは一つのコツなのかなというふうにも思いましたけれども。でこのナインストーリーズ の一番最初に入っているバナナフィッシュにうってつけの日という話なんですけれども、もう大まかに説明しますね。短い話です、非常に。最初に、とあるホテルに滞在している、ミュリエルという女性がいるんですけれども、ミュリエルという女性が、電話を受けるんです。でホテルにからね、電話がかかって、で自分の母親と話すんですね。で母親と話して、でその時に、あんたと その旦那は大丈夫かっていうふうに、なんかすごい旦那のことを心配してですね、あいつは頭おかしくなってんじゃないか、大丈夫かみたいなことで、心配してます、母親とね。でまあ大丈夫大丈夫、まあ、あの人あの人なんか適当にやってるからみたいなことを言って、その場は終わります。その電話のシーンを終わります。続いて第2のシーン、これがですね、プールか、プール、海辺、プールですね、水辺のプールのシーンのところで、プールじゃなかったっけな、海かな、どっちだったっけな、忘れちゃった、あ、海だな、海だった、海、そうそう、海辺のシーンですね。海辺のシーンで、でその心配された旦那、シーモアグラス、シーモアグラスっていうんですけれども、これがさっき出てきたミュリエルの旦那さん、うん、で、シーモアグラスという人が出てきて、それが、海辺でシビル・カーペンターというね、小さな女の子と話すんですね。なんかこう喋るんですけども、その時にバナナフィッシュっていう謎の魚について2人で喋ってるんです。でバナナフィッシュ見たことあるみたいな感じでね喋ってて、でどんな魚かっていうと、これはちょっとさっきねあったんで、言うとセリフ、この本の中の一節です。これシビルが言ってるんですけれども、そうだね、彼らはバナナがたくさんある穴の中に入っていく、泳いで入るときはごく当たり前の魚なんだよ、でも一旦中に入るとまるで豚みたいに振る舞うんだ、なんだよ僕はバナナフィッシュが何匹かバナナの穴に入っていて、78本もバナナを食らったっていうのを知ってるんだよって、こうやって説明する。彼は浮き袋と乗り手を、1フィートばかり斜めに進めて、水平線に近づけた。当たり前のことだけど、たらふく食べてしまうと二度とその穴からは出られやしないんだ、ドアをくぐり抜けられないからね。ね、でそしたらどうなっちゃうのってこのシビル・カーペンターって女の子が聞いたら、まあ、そのまま死んじゃうんだよって言うんですよ、海辺でね。そういう会話があって、でそしたら波がバサーンってやってきた時に、波がこう水がかかった時に、このシビル・カーペンターが今バナナフィッシュを見たわって言うんですね。本当にってシビルは言うんです。で、それで第2の場面ね、その海辺の場面が終わりまして、で第3の場面は、そのシビルが
さっき言ってたね、ミュリエル、奥さんがね、寝てる部屋のところに入っていって、そこで奥さん寝てるんですけれども、うん、でピストルを取り出して奥さんの方を見てから、自分の右のこめかみを撃ち抜いて、自殺して終わりと、こういう話です。謎でしょ、もうね。ちょうどね、なんかね、この、こういう本を読んでた時期にちょうどやっぱね、最後がそうやって終わっちゃう、北野武さん、ビートたけしさんの、あのソナチネっていう映画なんかを見て、ちょっと自分の中ではね、リンクするところがあって、あれも最後ね、ピストルで自分の頭を打って死にますけれども、うん、でよくこの話として言われるんですけれども、まあ、なぜ例えばシビルは最後自殺をしたのか、バナナフィッシュとは何なのかね、いろんな解釈があります。でもちろんその文学作品ってね、こう多いんですけれども、明言を避ける、要するにこれが正解ですよということを明確にこう提示しない作品が結構多いんですね。でこれなんかもそういうやつで、うん、でよく言われるのは、まあ、この後に実は、まあ、謎解きではないんですけれども、このシーモア・グラスという主人公、このシーモア・グラスをはじめとしたグラス一家という、ね、家族の物語をこのサリンジャーが書くんですけれども、これね途中で終わってないんですよ。最後まで行ってなくて途中で終わってて、そらそらどうなるのみたいな話なんですけれども、ね、その時になぜシーモアは死んだのかということがね、たびたび語られたりもするんですけれども、なんでなんでしょうね。でよく言われるのは、このシーモアは戦争に行っていたっていう、説が濃厚です。まあ、戦争に行っていたって実際にも書いてあるし、でその時に、まあ、戦場でトラウマをこう負ったんでしょうね。でトラウマを負って、でおそらくそのバナナというのが、その比喩なんじゃないか、メタファーなんじゃないかと、いうことがよく言われます。でそれからあとね、まあ、僕もよくこれを見ながら気になることなんですけども、なんかね、確かねキリスト教かな、確かそういうところで6っていう数字がすごい意味嫌われるんですよね、確かね、うん、で、これね最初のホテルもそうなんですけれどもね、最初のホテルの部屋の番号がね507号室なんですよ。507号室普通に並ぶと567なんだけれども、その6がない、ナインストーリーズ9ですよね。9って裏ひっくり返すと6ですよね。で6をなんか避けてる、ここにもなんか意味があるんじゃないかなとかね。最後のねピストルもそうなの、一番最後のその自殺するところなんかもそうなんですけど、口径がね 7.65 ミリってなってるんですよ。やっぱ765の並びなのね。6が真ん中にあって、さっきは507だったんだけど、今度は7656が出てきた瞬間に死んでしまうとかね、こういう、まあひょっとしたらどうなのか分かんないんですけれども、まあ、そういう読み方もできる。ね、何なんだろうねこれね。なので非常に面白い、今こうね久しぶりに読み返してみても、謎は深まるばかりでございまして、なのでひょっとしたらこれを今こうやって見ていただいたら、ナインストーリーズのあのバナナフィッシュの謎が少しでも解けるかなと思った人は大間違い手でしてね、僕も何一つ分かっておりませんから、この話が何を意味するのか、まあおよそ僕の中ではこういうことなんじゃないかなというのはあるんですけれども、であとまあそのバナナフィッシュという架空の魚を、その先ほど言っていたシビル・カーペンター、女の子が見たということに対して、シーモンが失望したというかね、そういう説もあります。いわゆる無垢イノセンスの、象徴であった、子供が、そういう風になってしまったことに絶望したという説がね、そういうのもあったりします。
解釈は様々です。非常に面白い、本です。他のね、話もとっても面白いんで、もしよかったら、読んでみてください。最近でも全然僕も本読まなくなっちゃってダメだね。どんどん本を読む体力が、低下していってますけれども、自分でねやっぱね書いたりまあねしますけれども、そういう時はやっぱね読んどかないとダメですね。言葉が出てこなくなっちゃうから、やっぱりね活字に触れとくっていうのは大事かなと思いますけども、久しぶりにちょっと読んでみて面白かった謎の本、これね、ナインストーリーズです。その代表作のキャッチャーインザライライ麦畑で捕まえてっていうのに関しては、またちょっと喋ろうかな、どっかでね機会があったら。多分ものすごい回数を読んだ本なんで、結構はっきり覚えてるんですよ。一文一文、そのどういう文章だったかとかね、そういうのもはっきり覚えてるし、また機会があれば喋ろうかなと思いますが、今日は、サリンジャーのナインストーリーズに関するお話でした。で、あとは最後は、しつこいかもしれませんけれどもね、はい、前回も言いましたけど、明日です。明日4月3日土曜日、17時半からオープンで18時、夕方6時スタートです。サックスの上り慶三さんとやります。やります。めちゃくちゃ素晴らしいサックス奏者です。なので、今から楽しみて、であとねやっぱね楽しこういう時はね楽しみとねもちろんですけどね不安がたくさんあります。ちゃんとできるかなっていうね不安と、で始まっちゃえばねもうねいいんですよ。まあ、あと集中してやるだけですから、もうあとはもう野となれ山となれみたいなね、でたらめやり散らかしてね、で終わってからちょっとへこむと、ああダメだったなとか言ってねへこむっていうのがありますけど、今はまあその不安と楽しみといっぱいです。明日です。小岩バックインタイムにてやってますんで、よかったら見に来てください。じゃあ今日はこの辺で、本日もありがとうございました。